アメリカのシカゴ連銀のエヴァンス総裁は1日 FRB 連邦準備制度理事会が今年2度の利下げを行ったことで2021年までにインフレ率が2.2%に達する道筋が立ったとし政策金利は当面据え置くべきとの見解を示しましたまたトランプ大統領がゼロ金利またはマイナス金利を要求していることについては FRB の政策には限界があり 利下げげををししししても潜在成長率を押し上げられないとしました一方、トランプ大統領は FRB とパウエル議長がドル高を容認してきたから我々の製造業に悪影響が出ている政策金利が高すぎると批判し大幅な利下げを改めて要求しました。